そろそろマコナリ社長の話するか。まあ、ヒロシさんとかがね、マコナリ社長をだいぶ攻撃していてね、なんか、いろいろ、こんな高額商材するのかけしからんとかね、あるいは、リストラするのかけしからんとかね、そういったことを言ってるわけだけれども、まあ、私は、その、なんか失敗したこと自体はそんなに責められることじゃないのかな。失敗を責めるとね、良くないというふうに思いますよね。やっぱりね、人生、こう生きてるとね、やっぱり事業を成功することもあるしね、失敗することもあるんだよね。で、リストラすることもあるからね。で、人雇ってのはすごい大変なことだし、その、それを、まあ、リストラしたからとか、会社潰したからっていう理由で、まあその法的な責任を超えてこう袋叩きにするっていうのはね、あんまり関心できないのかなというふうに思いますよね。まあ、YouTuber として名があるっていうのはね、それはまあそのある程度のレピテーションリスクっていうか、いうことがあるっていうのはしょうがないことなんだろうけれども、まあ、退職のスピーチとかもね、リストラスピーチ、とか聞きましたけれども、まあ要するにその、まあ、頑張ったけどダメだったと。んで、まあ、皆さんもまあ頑張ってくださいみたいなね、コロナが来てしょうがなかったみたいなね、いう感じの話でしたけど、それはね、なんていうかその物言いがけしからんとかっていうのは、ちょっとそれはね、私もちょっと社長として、一応まあ人を今度雇う身としてはね、人雇って給料出してくれて大変だよなーっていうね、いう思いがありますね。で、その大変さっていうのはちょっとね、同情しちゃうよね、どっちかっていうとね、やっぱり。俺はちょっとね、厳しい。うん、で、会社でかくしようとすればするほど、そのリスクってのは大きくなるし、人雇えてる会社ってのはすごいし、まあ人雇えなくなった社長もまあ偉いと、個人的には思いますけどね。なんで、ちょっとその苦労を知らない人が、その YouTube とかでまあね、好き勝手にリストラすんなけしからんとあって文句言うのはなんかちょっとね、なんか、あんまり良くないんじゃないかと思いますけどね。うん、どうしてヒロシさんはそこまでマコナルを敵視すると思いますか？まあ、お父様に被って見えるんじゃないか、それは。なんか、そのよくわからない、まあ、それぞれ、ね、まあ、よくわからないっていうとちょっと語弊があるんで、幸福の科学にもその、なんか、マコナリ社長にもその内容的ではあると思うんだけれども、その、私はね、よくわからない商材で、なんか弱者から金をむしって、それでいい思いしてるみたいな、ちょっとそれはけしからんみたいなっていうのが、ヒロシさんはあるんじゃないの？うん。その辺が、まあ、お父様に被って見えるというのが、マコナリ社長を敵視する理由かなというふうに思います。まあ、ということで、リストラ自体もね、なんていうか、順序踏んでやれば、まあ、適法なものだし、仕方がないことだからね、整理解雇っていうので、まあ、社員のせいですよとかって、ね、うん、それは、失敗しても次はうまくやろうって思いたいよね。そうね。うん、で、まあ、マコナリ社長自身も、まあ、また次からやっていくみたいなこと言ってるから、それはまあね、優秀な人だろうから、まあ、次もまたできるんじゃないですか？わかんないけど。で、なんか、溺れる犬を叩くみたいなってのは、あんまり好かないかなっていう感じがいたします。じゃあ、お前、池早叩いてたじゃないかっていうと、ちょっと難しいところがあるんだけども、まあ、あれはちょっと、嘘つきは良くないってことね。ということで、やっていたわけですから、まあ、それはね、ご友情いただきたいというふうに思います。ってな感じでございます。